はい、井上さん、こんにちは。ワイテルズの中村です。ブルックです。シャックンです。スマイルです。キリアンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうも、こんにちは。南の地帯の、ケジンです。は、どうも、ラスでございます。どうも、ビクトだよ。ニャンチュー、よろしくお願いします。はい、今、よろしくお願いします。できんなかった、今。濃いな、濃いな、ガラガラだったさあ、今回はじゃあより切れなかった9人で9人で、GRPG おー、マップは古城で、9人で GRPG やっていきたいと思います。よっよっイエーイ。人狼 RPG ルール説明。人狼 RPG とは人狼ゲームにアクション要素と RPG 要素を加えたゲームです。役職は村人、人狼、共犯者があります。自分以外の役職は分かりません。村人は人狼を全滅させたら勝利です。特別な能力はありません。人狼は村人を全滅させたら勝利です。村人を一撃で倒せる斧が購入可能です。人狼が複数人いる場合はお互いに把握することができます。共犯者は人狼がわからないが人狼の味方です。共犯者の目を使うことで人狼を把握することができます。このゲームには夜と昼のターンが存在し、夜からスタートします。2分ごとに切り替わり、決着がつくまで繰り返されます。夜のターンは会話は禁止されています。夜になるとすぐにスケルトンが湧きます。スケルトンはランダムでエメラルドを落とします。このエメラルドはゲームにおける通貨となります。昼になるとスケルトンは消滅し、ミュートを解除するため話し合いが可能になります。ショップはエリア内に点在しており、エメラルドでアイテムを購入することができます。重要なアイテムをいくつか紹介していきます。弓と矢はどちらも所持することで1回撃つことができます。一度使うと壊れ、当たった人は即死します。人狼の斧は人狼のみが購入できる特殊な武器です。一度使うと壊れるが、攻撃すると相手は即死です。占いの権利は1つにつき1人の役職を見ることができます。何回でも購入可能です。ただし共犯者を占った場合、村人と出ます。騎士の祈りは夜にしか使えないが、昼になるまで無敵になれます。人狼が使っても効果はありません。ルール説明は以上です。オッケー、オッケーです、お願いします。それではやっていきましょう。ジュナル RPG 役職ボタンポチッ、ほいっ、ああ、これははいはいはい、なるほど、見える見える、人狼同士は名前がに、あ、待って、ごめん、あ、ごめんなさい、ごめんね、行きましょう行きましょう、ポン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 、いやまあさすがに2回連続ちょっと人狼とかきついですね、ちょっとそれはね、そんな、あれ俺紙2枚あるんだけど、村人って書いてある方だけ入れるんだっけ。あれ、あー出た、レア卿、レア卿、レア卿、俺やないかそれ。恥ずかしい、いつの日かのやつだ、俺やないかそれ。そろそろミュートにしとこうかな。いやもうミュートにしときますわ、早寝早起き大事。あれ棒持ってますかみんな。いや夜になった、あっ、いやー、あー、そうだ、俺めっちゃ無言になってた。そうだ、夜になったら無言で、今回は僕村人なんで、まあちょっとシンプルにというか、殺人されないようにちょっと気をつけながら行こう。なんか誰が何を買ったかとかを結構見といた方がいいかもしんないね。だから肉がね、意外となくなるんだよね。スケルトンなんかね、普通に強すぎるから、まあスケルトンを倒す剣を買ってもいいかもしんない。まあ初回だから多分殺されないだろうみたいな。いやちょっと怖いな、後ろ怖いんだよな。はい、オッケー。で2個だから4個で確か剣変えたから、どこなんだろう。初っ端からさっきの俺の行動見て、初っ端から殺すみたいな多分ないから。ヤスさんが死んだ後にすぐピクトさんが出てきたっていう。おまあ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 、とりあえずこっちでエメラルド手に入れよう。エメラルドくれくれ、落ちないな、エメラルド。あげよう、これは。これはあげよう。で、どうしようか。あ、上に今、スケルトンの音がしたね。あと1分で昼。意外とね、やってみると時間が短いんだよね。しかも、村人側だから、まあ別に僕怪しくないから何喋っててもいいんだけど、なんか僕にさ、僕怪しくないみたいになったらちょっと怖いんだよね、それ。なんか、何もやってないのになんで俺悪いのみたいな。てか、なんで俺さっきさ、2回連続人狼ないからとか言っちゃったんだろう。あれ絶対俺が言うセリフじゃないでしょ、マジで。うわ、最悪。
もうなんか自分でボケツ掘っちゃったわ、なんか何もやってないのに何もやってないのにおかしくないかそれは。まあそろそろちょっと集まっておこうかな。初日の夜だからまあまあまあ何も起きないんじゃないかな。僕もエメラルド2個しかないから何もできないしね。結局弓と矢欲しいな。確か弓と矢で何個だっけ、ニコニコか、ニコニコ動画で確か一撃で倒せる弓と矢を手に入れることができるから、まあそれちょっと見ておくか。先にそれ知っておかないと。戦闘22だね。 OK。 まあこの矢を使って、倒しましょうと。おはようございます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 。キリアン、キリアンいなくね。キリアン、途中から俺さっき見たよ。キリアン、さっき見た。ああ、いや、さっきじゃないけど、さっきじゃないけど、スマイル怪しくね、普通に。俺夜の最初まで早くなかった今。確かにキリアン早くなかった。何急にキリアンいなくねって。早くないですか。何か分かった。キリアン今もおはようございます。僕はずっと探してた。僕はずっと探してたよ途中から。キリアンいつもおはようございます早く言うから。ケシーさんと一緒にいたとこに。いや分かんないぞそれは。あ、でも俺さっき言ってん、そういえばキリアン、そういえばどこら辺で見ました。俺は一番最初キリアンと一緒にいたの。買い物するとこ行った、村人のところ。あ、そういう反対側のところ。反対側の2階。反対側の2階か。あっち方はそこ目立ちにくいですもんね。そっち行ってない人が、行った人は怪しいんで。スマイル行ってないな。反対側とルックとか、僕もキーズグさんとか、ケイシーさんとか、中目と俺はこっち側にいたよね。うん、この辺にいた。怪しいのはヤスさんと。自分もでも入り口の方にいましたよ、僕も。スマイルちょっと怪しいかな。スマイル最初普通にこの辺でずっとスケルトン飼ってました、僕は。そうですよ、ピクトさんもこっちに。ピクトさんもいた。うん。ピクトさんは人狼じゃないのか。なるほど。ブルックはなんでよ。ブルック、ティーツグさん、シャー君は人狼じゃないと思うな、俺は。何ずっとどこにいたって。音が聞こえた時に、この辺にいたから。反対側は一周してるだけならめっちゃ早いよ。別に一瞬だけで殺せるけど。でも最後の方に、最後の方まで来てはいたんでしょ。スマイル見たんでしょ。最後の方かかんねえ、中盤ぐらい。でも俺全然キリア見てないからな。で、僕も全然キリア見てないんだよね。一番最初見て、途中で別れて、最初上の階にいた。この上にいた。普通にスマイル怪しいんだけど。わかんない。占い誰か、あれですか、変える人っているんですか、今。エメラルド3個。僕今、エメラルド2個しかないですね。俺も3個だな、今。自分1個ですね。これ、シャー君の後ろついてくっていう技を身につけた。あー、もう夜になっちゃった。これ会話の時間むーず。とりあえずちょっと、あ、いらない買ってみるっていうのもありかもしれん。エメラルドくれ、エメラルドくれ。買ってもいいかもしんないね。ちょっとスマイルさん怪しいから、ちょっと若干スマイルさん追い気味でいこうかな。勝手にスマイルさんちょっと追ってみようか。ヤスくんが言ってんのか。なんか誰かの近くにいた方がアリバイを証明できるから、これヤスくんの近くに。いや、ヤスくんの近く怖いんだよな。ヤスくんが人狼だった時に何もできないから、それは。だからとりあえず入り口の近く、誰かの近くにとりあえずいるっていうのがまあいいんじゃないかなって。あ、スマイルさんいるね、近くに。スマイルさん、あの状況だったらエメラルド買っ、エメラルド買っちゃうから。あれもうスケルトンにやられるんじゃね、つうかスマイルさん。あ、俺もやられるわ。あ、待って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 、俺がやられちゃう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 から、それそれ僕がやられちゃうから普通に。ちょ、怖い怖いから。 OK で、これで6個あるから、あ、占い買えんじゃん。 OKOKOK。 いないよな、いないよな、これスマイルさん。北条で、北条で、これであと1分で昼買っちゃう。はい、怖いから戻る。ちょっと僕、あー、ちょ、怖い怖い怖い。まあ、これはシャークンさん、シャークンさん何もやってない。スマイルさんちょっと占ってみるか。スマイルさんどこだっけ。これ、いた、いたいたいた。ちょ、待って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 、普通にやられる、普通にやられるからよくない、普通にやられるからよくない、これは普通にやられるからよくない。 T ツゲさん怖いな。ちょっとケシーさん助けて。あ、ごめんなさいケシーさん、ケシーさんごめん。痛いな。ちょっと T ツゲさん怖いな。ちょっとスマイルさん、あ、やってるね、やってる。あと誰だろう、あと誰だろうな。とりあえずヤスさん、ヤスくん、誰やるべきなんだ。中村さん、あ、そんと、おはようございます。おはようございます。あれ、なんか誰か退出。おはます。おはようございます。大丈夫。危ねえ、もう。普通にスケルトンで死にそうになったんだけど。スケルトンめっちゃいますよ。いましたね。確かにやばい。この人数やってからだと。あれ、ブルックいなくね。あれ？誰？え？さっきいましたよ。キリア、中のブルックか。赤もね、ワイティワイティしか死んで。聞いて聞いて聞いて。はいはいはい。こういう時はシャー君が怪しい。ちげえちげえ。でも聞いて、これ占い師さん、あ、占い師だ。
あれ朝の。あ、見てました僕。ティーツグさんが占いしてるのは見えました。はい、あ、しましたね。いや占いしたんだけど。はいはい。スマイルを占いました私。はいはいはい。はいはいはい、ジンのロー、カマセーまぁ、ちょっと待って、ジンロー待ってよ、ちょっと待って、わかんないじゃん、まだスマイルさんがジンロー、ちなみに、え、ちょっと待って、ティーツグ、いや、まだティーツグさんがジンローだ、ティーツグが見たのは、俺もスマイル占ったんですよ、実はだよね、だよね、お、会いましたね、2人で、おい、嘘だ、嘘、そしたら、こいつ、2人、2人、そしたら、ジンロー、ジンロー、ジンロー、待って、カマセー、待って、待って、あー、もうこれは、待ってよ、俺はないよ、俺はない。え、でもこれ2人占ったってことは違う、おかしいおかしい、待って待って、俺とシャー君がスマイルを占って2人とも人間だって、ピクトさん見てたんですよね、見てたんですよね、僕はとりあえずティーツグさんが占ってたのは見えました。ああ、じゃあもうね、ああ、なるほど、シャー君さんも一緒になんか後ろなんか占ってたの見ましたね、うん、なるほど、これはだ、シャー君と俺は人狼じゃないっしょ、これはもうあと1分の夜ですな、夜長いな、シャースマイル以外にも人狼がいる可能性がある、もう1人、まあ確かに、あ、なるほど、うーん、 KC さん村人か、なんか若干 KC さん怪しいかなと思ったんだけど、え、ティーツグさんが、え、どういうことだ、 KC さんとりあえず村人だったのは分かったから、とりあえず KC さん違う、ティーツグさん若干怪しい、シャークンさんとティーツグさんが怪しい、あ、待って、ティーツグさんと、ん、ちょっと待って、分かんないな、これティーツグさんとシャークンさんに近づかない方がいいな、もしかしたらこの二人がグルかもしんない、本当は占ってない可能性があるから、てかグル、おい、スケルトン、あ、ちょ、待て、助けて、あぶねえ、あぶねえ、マジで、あぶ、シンプルに死んとこだった、助けてください、助けて、ちょっと待って、これ無防備なんだよな、この時無防備すぎる、で、ちょっと若干シャーくんさんみたい、ヤスくんでもいいかもしんない、ヤスくん、いい、オッケー、ヤスくん人狼でした、お疲れ、もうこれは、あ、いるね、ヤスくんいるね、ヤスくんいるね、絶対追ってきてる、ヤスくん絶対来る、はい、オッケー、はい、おはようございます、おはようございます、あれ、え、二人だけ、あれ、あれ、え、二人、嘘、ええおはようございます、あ、びっくりした、あれ、どこだ、スマイルさん、え、どういう状況ですか、今、今、ピクトさん、はい、スマイルさん、僕、え、嘘よ、いや、え、待って、え、通話、え、3人だけ、もしかして3人ですね、まあ、誰かが潜んでる可能性も、まあ、いや、3人、え、誰か、占いました、占ってないですね、占い、僕はね、はい、KC さんとヤス君を占いました、はい、なるほど、なるほど、まあでもね、これ言えることまあ一つあるんだけど、さっきみんなスマイルさん、はい、人狼って言ってたじゃないですか、はい、でヤス君人狼じゃん、不利じゃないこれ、あー、まあ、え、ちょっと不利じゃないこれは、え、不利ってどうですか、不利じゃない、え、え、いや、まあ、2人人狼でしょ絶対、絶対バレた仕方ねえな、バレた仕方ねえな、もうピクトさんよ、なんでみんな、今から行ってやるぜ、なんでみんないなくなってんの、スマイルさんやっちゃいますぜ、こいつ、いますか、おい、なんでいないんだよ、おかしいだろ、まあ、油断はしないように、うわ、いる、オッケーもうもうなんでみんな死んじゃうの、おかしくない、おかしくない、強いよ、一人も死んでないじゃん、人狼、いや今さ、いやもう完全にもう2人とも分かったの、人狼誰だか、そしたら俺と人狼2人しか残ってないから、いやいや、さんも殺されたと思ってた、ずっと、いや全然できてましたよ、あ、マジか、なんか逃げて隠れてシャグをやって、そうだ、捨てられた、危ない、くそー、ヤスさんも途中でいなかったことになってるけど、どうだったの、消防士、ラグ消防士だって、いやあ、それはどうも、なるほど、ヤスさんうまかった、マジで気づかなかった、ティーズルさんとは、うん、いや俺も全然警戒してなかったのに、一日分かんなかった、俺もヤスくん占ったら人狼だったからさ、占われたし、あそこで俺やってれば別にそんなに、めっちゃ多くね、
あ、めっちゃ多い。多いな、思う。確かに怖い。スケルトンに殺されかけた。